ありがとうございます。フレッシュにやった方がいいかなと思って、どのチームもみんなこの曲をやってるから、なんかそれぞれのチームの良さを出さなきゃいけなくてって考えたら、みんながやっぱ若いメンバーが多いし、新しく入ったメンバーっていうことだし、まあ、そんなにこれそこまで難しい振り付けじゃないから、他の曲に比べるとイントロとかも手回してるだけだったりとかするから、なんかそういうところでもうちょっと笑顔をなんか口を閉じて笑うんじゃなくて、結構何人かは口開けながら歯を出して笑ってる子とかもいたんだけど、なんかそっちの方がやっぱ元気に見えるから、その方がいいかなと思ったのと、感想とかでおいおいおいって言ってる時はすっごい楽しそうなのに、おい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 終わったらもう無みたいな人がめっちゃ多すぎて、なんか歌ってるとことかも、特にそう誰も皆本当も出会ってるのとことか、一人ずつ何人かずつで歌っていくじゃん。そういう時もなんか自分が歌い終わったらもうこうみたいな人が多いから、なんか私とかがいつもやるのは、もう全部楽しそうに見せるために全部歌詞覚えてるから、その踊ってる時、自分がマイク持ってない時も口を動かすっていうのをやると、もし表情が作りづらい人とかは楽しそうに見えるから、ずっとやっぱ笑ってるのもちょっと難しかったりもするじゃん。だからなんかそういうのをやってる子も何人かいたから、やっぱそういう子たちは目が行くし、見ちゃうから、やっぱどこにいても、後ろの方にいてもファンの人見てくれてる人は見てくれてるし、やっぱこれでどうやってファンの人にアピールするかっていうことだから、もちろんね真ん中が目立つっていうのもあるけど、でもやっぱそうじゃなくて、こう端っこにいたメンバーが今何年か経って真ん中に来てるメンバーとかもいたりするから、やっぱりもうどこにいてもアピールしてほしいなっていうのは思いました、見てて。はい、大丈夫です。彼氏だ。なんか初々しい、可愛い、可愛いですね。なんかでもなんかそのなんだろう、中にはもう劇場とか出れるんじゃないかと思うぐらいのレベルの子もいました。表情だったりダンスだったりとか、すごいいいなと思う子が何人かいてるんで、大体今まで見てくると、その新しく入った子たちって。みんな大体同じぐらいのレベルだったりするんですけど、今回はあこの子とこの子この子すごいなみたいな、こうやってレベル高そうだなって思いました。現状こう差がついてる印象がありますか？うん、あります、あります。3人ぐらい見つけました。ちょっと期待持ってますか？はい、期待大。そういう子たちが引っ張っていってほしいですね。YouTube のさ踊ってみたの動画みたいな、そういうのを踊ってたのを見て、
本当にショックだったの。昨日と同じ曲をあえてやってるわけじゃん。だから昨日の時点でその動画とかも送ってるでしょ、昨日やっと。それ見ててさ、あ、今日はより上手くなってなきゃいけないものができない人は相変わらずだったから腹が立ちすぎたわけ俺も。まあ本当に SKE48 はアマチュアの学校のスクールじゃないからさ、多分さ、時々もさ、みんなで教えてさ、やってって言ったらすごい良くなってたのって思ったのはリファーサル見たと思う。だから多分ただ単にすごい練習不足なのかなって思って、みんな練習すればできるし、なんか私たちも最初からすごい踊れたわけじゃないし、みんなできない人たちはできない人なりに、できる人たちに追いつくために何倍も努力してやらなきゃいけないし、なんか話を聞いてると、なんかできる人はすごい練習するのに、できない人は先に帰っちゃったりとかっていう話もすごい聞くから、やっぱ自分で自分はできないんだったらできないって認めることもすごい大事だと思う。なんか他の周りの人がこれできてないから一緒にやろうって教えてあげるのもいいし、やっぱり協力しないと一人でじゃできないからさ、一人でじゃあ上手くなろうと思ってもそれって難しい。先生に教えてもらったり、できるメンバーに教えてもらったりすることもすごい必要だから、今こう個々にあなたはできないとか言われたりとかするかもしれないけど、でもそれもやっぱりみんなの連帯責任っていう風になっちゃうから、研究生として見られてるわけだからさ、でなんか先輩たちもさ、すごいフレッシュなメンバー出てきますよとかさ、そういう風に言って盛り上げてくれてるわけだから、ファンの人もそれぐらい期待をしちゃうから、その期待にやっぱり応えてほしいなと思うから、もう今すぐダンス上手になれって言ってるわけじゃなくて、じゃあできないんだったらできないなりにどうやって練習すればいいかとか、もっとパワフルにやるとか元気さを出すとか、そういうところをもっと考えてやってほしいなって。できないわけじゃないと思うから、練習すれば絶対できるはずだから、それは分かったから、私たちも見てて、そこを意識を変えてやってほしいなっていう。すごい残酷だけど、多分今だからチヤホヤされるし、あ、休憩生フレッシュでいいねって言われるかもしれないけど、だんだん時が経てばパフォーマンスとか MC とかいろんな部分でできなかったらもうすぐ見られなくなっちゃうし、新人だからっていうのは今だけだと思う。だからすごいファンの人もすごい休憩生って言って興味持って来てくれるけど、それにふさわしいっていうか、それにちゃんとなんか値するちゃんと対応とかパフォーマンスとかじゃないと、どんどん興味は薄れていくし、離れていっちゃうと思うから、できっともちろんデキもあるし、やってる年数も違うければ技術とかももちろんあると思うけど、けど一生懸命やることしかできないんだったら一生懸命やるしかない。でもそれすら人に伝わらないってことは足りないってことだと思うので、今日幕司会ポップコーン食べに来てるわけじゃないので、やらなきゃいけないことはやらないし、やらないといけないし、